はい、皆さんこんばんはです。では今回は、機動戦士ガンダム、クロスディメンション、0079をプレイしていきたいと思います。前から言ってたやつですね。これやりますよって言ってたやつですね。こんばんは。はい、皆さんこんばんはです。今回の動画はあれだね、スーパーファミコンの実機に。はい、皆さんこんばんは。あの HDMI の用のケーブルかなを挿してますんで、多分かなり画像が綺麗になってると思います。ただキャプチャーボードが、もう古いんで、あのこっちの HDMI のキャプチャーボードなんで、もう 3年ぐらい使ってんのか。なのでたまに画面が固まったりしますけど、ご了承ください。まあ祈りましょうね。エアコンガンガンつけてるんで、あの熱によるあの止まるのは少ないと思いますけどね。はい。宇宙世紀0079ですね。人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになって、すでに半世紀が過ぎていた。これちなみに劇場版かな、劇場版の話に準じてんのかな。で第1部と第2部があって、あの第2部があの皆さん大好きなあの例のモビルスーツが登場する話ですね。なので、サクサク、プレイしていきたいと思います。ジャンル的にはシミュレーション RPG かな。なのであのレベル上げとかちょっとあるんですけど、ご安心してください。ちゃんと下準備はしておきましたんでね、あのまた延々とレベル上げを見せるのはね、あの大変なんでね、サクサク進めていきたいと思います。初めて見る人もいるのかね、もしかしたら初めて見る人。じゃあ、始めていきたいと思います。ちなみにステレオとモノラルがあるのもすごい。完成品がこちらです。はい、始めていきます。なるべくあのムービーっていうか、あのイベントは飛ばさないように。初見です。はい、初見さん、和骨です。はい、こんにちはです。ガンダム大地に立つです。サイ和骨。はい、こんばんはです。ってことはアッザムもギャンも出ないし、コアブースターとガンタンクはジャブローに置きっぱなしになるのかな。お楽しみに、お楽しみに。クロスディメンション、初見です。時代を感じますね。感じるよね。スーパーアミコンだからね、なんせこのスーパーアミコンも直したやつです。なので途中できないバツンって止まったりしたら、あの申し訳ないですね。あ、ちなみに アダプターが1個壊れたんで、頼みました。コンデンサー頼んだんで、ね、今度修理します。あ、ついにレトロゲームのアダプター壊れちゃったんで。ザクマシンなのですね。大地に立った何感じです。ゲームキューブで動かしてるわけじゃない。じゃあスーファミだよ。スーファミどうやって動かすの。ゲームキューブでスーファミは動かないよ。こいつ動くぞ。結構このゲームの BGM 好きなんですよね。 BGM と SE がね結構好きなんですよ。まあこんな感じで、ね、いつものですね。でこのゲームはなんとミノスキー粒子下で戦ってるんで、簡単に言うと敵の敵をこれ今見えてますけど、今後は見えなくなります。なのでさっき赤く見えたのは熱感知センサーですね。熱で敵の場所を感知するっていう形になっています。でコマンドは基本的にムーブ、アタック、アイテム、ロストっていうのは簡単に言うと1回あれですね、やり直しってことですね。
でステータスと、メンバーあなじゃあナンバーいろんなので何回も見たシーンですね。そうそう、じゃあ、やっていきたいと思います。じゃあまず移動でガチャガチャ、まあ、最初はこんなもんしか進めません。来ました。届くか、あ届かない届かない。ちなみに単性ですね。でアタックで、接近戦ですね。クローズ、これが、基本的な接近戦で、あの A ガンズっていうのはビームライフルとかですね。で B ガンっていうのは、まあ、バルカン砲です、ね、でキャンセルキャンセルです、ね、なので基本的に、接近戦やっていきます。欲も陣王を出してほしかった。で下に94って書いてあるのが、エネルギー兼耐久力です。歩くたびにエネルギーは減っていって敵の攻撃を受けても減っていきます。なので僕が毒マシンガン撃ってこなったのは射程外なのかな。いやというか、原作ではガンガン撃って、まあ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 、まあ、それもあるだろう、ね、これも有名なセリフです。こういう有名なセリフがやっぱり出てきます。ところどころひらがなのは、まあ、容量の都合もあると思いますよ。まだね、あの漢字を全部使えない、まあ、あと壊滅って難しいからかね、子供たちにはね、壊滅という漢字が。民間人はまあ読めるか、ギリギリ子供、お子さんで。ちなみにこのゲームはシャアがものすごいいやらしい攻撃してくるんで、結構ヘイトがたまりましたね。第2話、強襲赤い彗星ですね。つか彗星ってこれ、まあ読めるか、学校で習うからね。この時点ではガンダムと、しか使えません。あのガンキャノンとガンタンクが使えるのはもうちょっと先です。このゲームが出た頃だとファースト知ってる子供がどれだけいたかな。いや結構いるんじゃない。あのガンダムはゲーム化してたからね、いっぱい SD ガンダムとかもあったし、だから意外となんだっけ、スパロボとかもあったしね、結構知ってたと思うよ。ただテレビ版見たこと、いや再放送とかあったしね当時は、うん、だから意外と見てるかもしれないね。最近再放送がないからね。でガンダムチャンネルとかあれ見ないといけないからね。出ます。再放送はどのぐらいやってたんだろう。再放送は私もよく夕方にやってるのは知ってたね、新聞に書いてあったから。だからやってたんじゃねえのかね。子供はちょうどほら夕方3時とか4時に帰ってくるから見てたと思うよ。装備の確認ですね。で、こんな感じで、経験値とレベルがありますので RPG ですね。で、あのムーブは歩くですね、歩く距離ですね。でアイテムっていうのはこれマガジンか、あのエネルギーパック。エネルギーパックはあの簡単に言うとさっき言ったあの耐久力ね、耐久力とエネルギーの回復ですね、ま、あのマガジン、あの MAG はマガジン、要はビームライフルの弾数を回復する。小学生の頃は年に1回ぐらいやってましたね。でアタックでクロスは、完全 の接近戦で、エイム、あの AIM は、ビームライフルの威力で、スキルはその名の通り、なんとこのゲームはスキルがありますんで、スキルを覚えるための必要なものですね。ちなみにこれを上げると、ガンダムはビームライフルが使えるようになります。和骨です。はい、こんばんはです。でこっちの3つは逆ですね。今度はディフェンスですね。要は相手の接近戦、ライフル、あの相手の技を防御するためのスキルになっています。まあ、まだレベル1なんでね、あの上げられないんで、このまま戦っていきたいと思います。シャアには気をつけて。この画面で子供挫折しそうなくらい英語が並んでるな。まあ一応説明書があるから、まあ、説明書を見ながらなんとかでいいんじゃないかな。説明書、あ、
これはあのコアファイターがあの援護爆撃をあのやってくれます。見せてもらおうか連邦のモビルスーツの威力とやらを。で、画面見てわかるけど真っ暗です。なので、敵の位置が全くわかんないんでね。これね、今赤くなる熱感知ですね。熱感知で、敵の場所を把握して戦います。近づけばね、こうやってあのミノスキー粒子でがあってもね、近くまで来れば敵の位置がわかります。なんという性能だこれも有名なセリフです。あ、レベル上がりました。このゲーム基本的に接近戦をよくやるんで、まずクロスですね。で相手のクロスも防御で、あとはあれかな、移動1個もよるか。あとは、敵の射撃だ。これで、ね、こんな感じでいきたいと思います。で敵が斜め下からね来てますんで移動します。開きました。あ、今2になりましたね。レベルが上がったんでね、あの被ダメージがかなり減ってます。すごい有視界戦闘ってことなのかな。そう接近戦でセンサー関係なくなるのは。そうだから熱感知しか敵の位置が分かんないんだ。あれはエネルギー、あれはアイテムですね。エネルギー回復するんで、使っちゃいましょう。で取ると、こんな感じでまた使えますんで、ね、で次どこ行ってか分かんない時にはこのメンバー開くと、こんな感じでマップが見れますんで横に行けってことですね。あ、来ましたよ、ね、今多分赤い彗星ですね。あ、違う、あ、赤い彗星普通のモビルスーツですね。ザクです。開きましたね、赤い水槽。あ、見て分かるけどシャアはね、ああやってあの1回攻撃すると逃げるんで、ものすごいあのやりづらい感じです。あんな感じでやばい、いけるかな、 いけるかな。次はエネルギー回復です。この2回攻撃が、これは面倒いな。2回攻撃が地味に痛い。ザルとかもこんな感じですかね。そう、どうすかな。こんな感じで、見てわかるけどやられそうだっていう時にはこれです、ロスト。これやると、もう一回始めっから。ただし、経験値は引き継ぎ、経験値とレベルは引き継いで、できるようになります。トライアゲインですね。あ、ゲームオーバーを選ぶと、セーブできないんで、全てが無駄になっちゃうんでね。でこんな感じで、だから基本的にはあれかな、シャイニングホースとかと同じかな。ある程度戦ったらリターンで戻って、なんだっけ、経験値を稼ぐっていう仕組みですね。ちなみにこれやらないと、ほとんど倒せませんね敵を。で装備の確認では必ずあれですね、さっきのエネルギーですね、これは忘れずにセットしていく。やることは全く一緒ですね。ただ多分道中でレベル3になると思うんで、
レベル3になればね、あのシャアも楽勝なんで。もう雑魚の攻撃は1しか食らえませんからね。最初は負けるの前提なんでしょうね。まあまあ昔の、 RPG でこんな感じですね。多分レベル3ぐらいになるとなんだっけ、技が使えたはずだ、ね、あ、今のクリティカルですね。今のはクリティカルです。で2上げられるんでクロス上げよう。あとあれか、アイテムも上げて、これも上げちゃう。でこれが技ですね。なんと、当時格闘ゲームがブームだったんで、入力が、技、波動拳のコマンドですね。で 100% になると、なんだっけ、最初の攻撃時に選ぶことができるようになります。で熟練度があるんでね、ガンガン使っていきます、ダブルアタック。まあ入力はねそんなシビアじゃないんだけど、結構入んないときは、子供の頃の自分がやってたら真っ暗な画面含めて迷子になって投げそうだな。これ確かさっき上にあったよね。あったあった。あ勢い余って、これですね、ダブルアタック。これがコマンド入力の、技です。でシャアは動くんで、なんだっけ、さっきのコマンドのアイテム取るのはきっちりそのマスに行かなきゃいけないのか。そうこうやって移動するのはちょっとめんどくさいです。あ、これいけるか。シャアは本当にうざいですよ。ただいちいちあえて逃げますから。でここで熟練度 100% になるとね、ここで技が選べるんだけど、まだ 100% になってないんでね、技が選べません。いけるね、ダブルアタックムー。連邦の白いやつ、これで終わりですね。いや、逃がしてくれた。このゲームのシステムで引き打ちは汚いな。汚いね。単性ですからね。シャワーだからなんか2回行動できるんだよ。で、地球に向かうっていう、あれですね、体験突入ですね、次は。でもさ、これ逆に言うとさ、体験突入で叩くっていう作戦もいいと思うんだけどさ、味方も危ないっていうことは考えなかったのかね。まあ考え、いや、なんでもない。ねえ、逆に言うとさ、味方も危ないよね。敵も危ないんだったら味方もね、体験で戦うのはとてもリスクが高いと思うんだけどね。ここでもガンダムだけですね。なんだっけ、まだガンキャノとガンタンクは次のマップかな。和骨です。はい、こんばんはです。次のマップから使います。ベテラン揃いならワンチャンありだけど。そうだね。何か言った。自分だけはコムさえ用意してるし、シャア。そうだ、ね、一応宇宙慣れてるのはジオン側だし、震え、自分のような判断力を部下に求めてるのでしょうかね。かもね。お手伝いでください。
さあ行くぜ。敵はあれですね、南からです。あ、いました。シールドくらい用意してください、ブライトさん。ダブルアタック。この入力するのがいちいち大変なんだけど。やったぜ。回復アイテムとかあるか。まあ今はあんまダメージ受けてないけど。じゃあ次のマップ行きます。敵は南から来てます。これは熱感知センサーなんでね。あ、2匹、あの 2匹あります。あ、ダブルアタックがあれですね、あのなんだっけ、使えますけど間違って選んでしまった。ダブルアタックがあの熟練度が 100% になったんで、ね、あのああやってあの選べるようになりました最初ね。あ、選びましょう。クロス、これダブルアタック。このです、ね、宇宙マップをこう真っ暗に表現して容量節約したのかな。あ、いや実はね、ちゃんと見ると星があるんですよ。星が完全な真っ暗じゃなくて、あの一応星がちょっと出てんのかな、ちょっと星が。あの大画面で見るとちょっとわかるかもしれない。大画面にしてあの色をなんだっけ、あの明るくするとあの見えるかもしれない。完全な真っ暗ではないんだ。あ、あったあった、あれ回復です。ちなみに下はエネルギーなんで、移動する、ところどころ隕石ありますね。あの移動するだけでも減っていく。画面についたゴミかと思ってた。違う違う、あれ一応あの星々ですね。あ、あ、あ、目の前にいた。ダブルアタックです。こんなのですね。今のは入力ミスです。ガンダムがサーベルで切るときにチカチカ映るやつかな。そうだね。星見つけと思ったら画面の汚れだった。お、お母さんですね。お母さんですね。なんか微妙にあのリアルだ、こういうところが。あ、さあです。これが本当にめんどくさい。リアルだ。あ、ラッ、あ、逃げやがった。逃げやがった。和骨、学徒兵かな？学徒兵ですね。学徒兵か、あの、高校卒業したばかりか、どっちかでしょう。あ、使いますね。クロス、あの、ダブルタ。この、です。シャアがうざいゲームだ。いける。ダブルアタック。お、やった。レベルが上がりました。レベルアップ。あ、4も上げられるね。4も上げられるんで、クロスとこれ。あ、あとこれもちょっと上げてみましょうか。技何個？あ、来ましたね。スプラッシュへ。これは竜巻旋風脚かな。スプラッシュへ。これは確かバルカンを打ちながら、サーベイで切りつけるっていう、あのアムロがよくやってる技です、ね。じゃこれで、これも 100% にしていきたいと思います。あ、逃げちゃいました。あ、クリアかな、もしかして。戦いの中で成長していく。アムロ、時間がないわ。あ、クリアですね、多分。あの次のマップからやっていきたいと思います。ダメです。今から戻っても間に合わない。ここも有名なシーンです。あー、大佐です、大佐です。あった、これだ。これ劇場版とテレビ版では体験の方法が実は違うんですよね。
これちなみに勘違いしてる人たくさんいるんだけど、ガンダムは突入ができるけど、あの着陸ができないの。だから今ホワイトベースが横にいるじゃん。ホワイトベースに回収し、サインアップと股間エアコンでしたっけ。そうそう、あのね、勘違いしてる人いるんだけど、突入はできるんだけど着地ができないの。だからホワイトベースがあの回収してくれないと、ガンダムはこのままだと地面に叩きつけられちゃう。黒風でしたね。そう、叩きつけられちゃう。だからよくさ、なんかあのバリュートってあのいらなくないって言ってるじゃん。違う違う、バリュートがないと単独で突入から着地までできないんだよ。だからガンダムだ単独ではあくまで突入ねはできるけど、回収、地面のシミになるのか。そうそう、だからホワイトベースに回収してもダメ。だから空飛べませんもんね。そう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 、パラシュート代わりですね。そうだね。はい、こんな感じです。次第4話です。サクサクね。本来は本体外してコアファイターだけ回収するための機能なのかね。飛べガンダムですね。そうだよ、そうそう、だからあのそんな機能がないって話。これで北米に落っこっちゃいましたね、ガンダム。あのホワイトベース1個はあの北米にね落ちてしまったって感じですね。やっぱりフライングアーマーで突入したカミーユは危険なことやってたんだな。あ、フライングアーマー違う。フライングアーマーはフライングアーマーで、あのとそういう機能があるからね。でここから、初めて、ガンキャノンとガンタンクが使えるようになります。まあぶっちゃけて言おうか、弱いよなんで弱いんですかって思うじゃん。簡単に言うと、このゲーム、接近戦ゲームだから、砲撃系って軒並みダメなんだ見て、さっきは見たわかるけど完全に近接でしょ。だから砲撃機って、すごい使いづらいんだこのゲームまあほら例えば敵の位置に撃てばいいんじゃないと思うじゃん。だからその敵の位置がわからないんだよ世界一番危険なことやったのはキンケドさんかな、わら。ただ皆さんご安心してください。なんとフライングアーマーとかウェイブライダーは待機で陸戦部ボディするんだっけ。そうそうそう。ちなみに、皆さんご安心してください。これレベル上げが3機もっていうとものすごい普通は時間かかるんだけど、だいたいこの3機レベル上げやってるだけで多分10時間とかかかるのかな。だけどご安心してください、ご安心してください、禁断の、レベル上げ方法がありますんでご安心してください。すでにそれはやって、もう第5話で、セーブして置いてありますんでね。このマップだけは一応クリアだけしましょう禁断のレベル上げをもらいました。あ、まあちょっと やり方をちょっとご覧にご覧になってください多分えってなる人が多分いっぱいあると思いますけど、ね、えって思う人がいっぱいあると思うけど、さ、じゃあやりたい。マジっすか、わら。敵が見えますね。見えるんでまず攻撃ですね。こちらがレベルを上げたデータになります。冷蔵庫から完成品が出てくるんですね。スパロボにおけるマップ兵器と修理装置多用するやつですね。わら、3分クッキング方法ですね。まともにやってるとレベル上げだけで本当に10時間ぐらいかかるからね。さすがにやってられないからね。強いね。ただガンタンクの方がなぜか 165mm なんだよねねえ、なぜかこのゲームってこのゲームだとジャブローでガンキャノンじゃなくてジム横瀬になるんですね。いや、というかまあまあいらないんだよ。なぜかガンキャノンほら 165mm なんだよなんで 165mm なんだろうね。わかんない。開発側に聞くしかないよね。120だよ、ガンタンクは 120mm ですよ。で、今あれですね、敵が